じゃあ番外編ということで岩屋神社に行ってみたいと思います。このでっかい岩の中にお堂がある神秘的な神社ですね。花のいい香り、花の匂いさっきしょった。あれかな、あ、花の香り。あ、これ何の花やこれ。あ、本当だ、なんか上に咲く桜があるらしいけど、へえ、いい匂いするねこれ、黄色いの。甘い匂いするね。うん、なんていうやつやろ。よし、じゃあ神秘的なお堂を見に行きましょう。本当、岩屋神社。覚えとるこの道。本当か。本当に思い出した。やっと思い出した。でもこうやって来たら思い出すって。え、どんぐらいなんで結局。その辺でカボスいません言ったの。いや、カボスいませんはそこよ。下、うん、あっちか。うん。でも確かここにおばあちゃんがおって、ここでカボスをもらったような。そう。そこよなかった。おばあちゃんと。そうそうそう。ああ、覚えと覚えと。うん。ここ、うん。今日はおばあちゃんおらんね。おばあちゃんね。訪ねたらおばあちゃんおるよ。カボスいませんって言ったら、ああ、あの時の。いやいやいや。おばあちゃん知らん。テレビでも紹介されたことがあるぐらい有名なとこなんやけど。そうなの。うん。自然に恵まれた。あ、なんで隠されたの。あ、もうないんやね。なくなった。違うか、上も隠されてる山。村じゃないそれ、うん、村がなくなる、村がなくなったんかな、うん、合併したんかな、村が合併する。うんこみたいなマーク、なんかね、変なマーク。ほんとだ、ほんとだ。これがイチョウかな、でっかい。はいはいはい、時期ではないけど。そしたらそっちか、そっちの階段行ってみようか。うん、そっちもなんか道はあった。あ、岩屋神社って書いてある。あ、書いてあるね。よし、じゃあ岩屋神社行ってみましょう。500だか60メートル。これが、これが神社なんか、岩屋神社か。いや、違うね。琴平神社。うん。琴平神社。で、後ろがドーンと。難しいな。ちょっと覚えとるわ、俺の脳は。まあ、朝よかった。こいつなんか、こいつだけ可愛いよ。ん？こいつとか言ってた。すごい。みんなお地蔵さんがある。お、ああ、出た。あ、近っ。何それ。これが。これが岩屋神社かな。本殿よね。うん、これが岩屋神社。よし、行ってみましょう。すごいな。岩をくり抜いて、岩をくり抜いて作ったような。岩屋神社の本殿、1698年に。あ、このね、御神体が星の玉っていうらしいんやけど、
伝説の通りなら隕石なのかもしれないって。隕石、うん、これがこれこれじゃないよね。これは岩よね。うん、本殿内。でもそのね、宝珠石を見た者はいません。このああ、うん、中にいやいやいや いや中にあるとされて、それを見た者はいませんと。目が潰されるけん、うん、目が潰される。コモに熱く覆われてる、うん、伝説通りならば隕石なのかもしれないと。ある、うん、藁みたいなのに、うん、あんな感じある。本当だ。あ、本当。わ、この中に星の玉が。へえ。隕石だろ、星の玉っていうのは。まあまあまあ、その伝説の通りならね。でっかい岩やな、ここ不思議。これ岩に食い込んでね。岩が先なのか、このお堂が先なのか。ね、岩が先ですか。それにしてはこう潰されていくような感じがするけど、不思議です。さあ先を行きましょう。あの枝見て、すごい方向で上がってる。ぶっとひあー、本当だね、至る。え、そこ通らんと、この隙間は。10年前なら通れたけど。いけるやろ。いや、俺ダムやるけそうやって。あ、行った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 。さすが痩せとうけんね。すごい隙間やね。岩屋の針の耳と凡事岩。あ、ここの岩はね、親不孝者が通ると上から岩が落ちてくる仕組みらしい。そうなん、うん、という伝説があります。あのちっちゃい岩かな。割れ目は針の耳と呼ばれて、親不孝者が通ると上から石が落ちてくるとの伝承があります。女性性器を象徴的に表したものとも書いてあるね。うん、仏となって生まれてくるらしい、ここの通ったら。あ、この何だっけな、三原市岩かな、海吹岩かな、あそこら辺登れたよね。でこれが熊野神社。これが熊野神社で、岩の割れ目に入ってます。投げ入れ堂とか言うんかな、こういうの。ちょいちょいある。鳥かどっかにもあって。ああ、そうなの、うん、これ銭を投げ入れる。え、これ、ね、いや、なんか鬼かなんかがそのお堂をバッと投げ入れて、あ、っていう予想。挟まったってこと。そうそうそう、うん、そんなわけない。でも全国にこう投げ入れ堂ってあるやん。はい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 、ある、ね、うん。すごい、よう投げ入れたな。お賽銭入れるってことがない。ないね。お参りするところではなさそう。うん、まあ神聖なとこと思うけん、あんまり変なことせんように。奥の院がある、うん、見晴らし三原市岩と奥の院。ほう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 、すごいぞこれ。危ないね。危
おおすげえ。あ、こっちは棚田が、武田の棚田やったっけ。あ、棚田やね。うん、うわすごい、もう一体化しとる、レイヤと岩がいいカーブや。先言う、どうぞどうぞどうぞ。ここが見晴らし岩っていうとこみたい。確かにここ登ったわ。でも二十歳ぐらいやったけん、もう12年ぐらい前か。10年10年やったけど。おっさんですわ。もうすぐ誕生日やね。本当や。俺も33ですよ。お、見晴らしいわ、見晴らしいわって言わなかった。おお、見晴らしいわ。どう、どんな見晴らしいわ、見晴らしいわ、見晴らしいわ、すごい景色。思い出した思い出した、やりました。すげえ。懐かしい。はあ、さすが見晴らしいわ、見晴らしいわ。珍しく年が、なんか文句言う。いつも文句は言う。文句しか聞いたことない。珍しく、ほんと文句やけ。じゃあ滑っております。やめとけい。めちゃくちゃ刺さってる年が。あの小さいリュックが引っかかりようけど。レイヤとか全然刺さってない、うん、下りは得意やけど、うん、自衛隊みたいなやつ、うん、あ、出た出た。いや、またまたこけるか。一回転するぞ。奥の院40メートルぐらいやろ、うん、
奥の院行こうか。では奥の院に行きます。これが奥の院。シンデレラフィットが好きな神社。ウグイス靴。全然違う。まあ奥の院。奥の院。うん。うん。そう。この中でお経を読んで修行しよったみたい。なんでかは知らん。あ、なんでか書いてあった。なんか この洞窟の中を母の体内、母体内と想定してお経を読みよったって書いてある。まあ、そういうとこなんですよ。うん。ちゃんとした靴で来ないかんかったんだけどね。そうなの。俺サンダルで行くかって言ったら、サンダルなかったな。サンダルは無理だった。全然分かってなかった。いや、登山やんこれ。うん、普通に登山。ウォーキングじゃないこれ。登山。すごい道やな。普通の人がフラッと参拝に来るようなとこではないね。そうやね。割と危ないと思うよ。うん、険しすぎるわこれ。これちょっと。よいしょ。おー、これもちょうど岩の間に入っと。そこすごいよ。そこすごい。これ多分どんな靴でもすごい。うん。めっちゃ。トシちゃん気をつけてね。そこめっちゃ滑るけん。うわー、すげー、あったあった。これが第二記者。どうぞ。ちょっとマイナスなこと言わんでくれ。これ一緒じゃない？一緒じゃない。同じじゃない。え？あの熊野神社やろ？これ大日社やっけ。本当に？うん。もちろん。なんだろう、ちょっとちっちゃくなった。ちっちゃくスケールダウンはしとうけど。俺もう登らんわ。いや見てこれなんか。さっきと一緒やん。おい。そっから降りていける。さっきの大きい一応のとこに出る。いいよ。大日社。あ、ここね、瞑想断食などの厳しい修行を行っていたと思われるって書いてある。俺や、うん、ちょうど断食しとうけん。断食や。断食の聖地。ここに16時間来てる。うん、大丈夫。そう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 。ああ、でもここもシンデレラフィットで。なんかすごい、道みたいなのが続いてる。あ、続いとる。いけんけどね。ん？ああ、うわ。うわわわわわ。行ったら最後、ね。行ったら最後やな、これ。ああ、すごい。多分作ったんやろうな。うん。ちょっと撮っていい？そっちから。うん、いいんやけど。うん。よいしょ。ここが大日社様で、ずーっと道が続いてます。すげえ。響くね。響いた。怖いなあここ。怖いなあ。やだなあ、怖いなあ。ここでアップね。
あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。マジで危ない。撮りながら。撮りながらよ。いつもこのスタイルなんで。シーワで引き返したと思うんだな。あれが不動産か、うん、お、湧き水だ。近いよこっちは。うん。よし、一周戻ってきました。うん？ああ、あんなに大きいお地蔵さんもなかなか。ガンツみたいに動き出しちゃう。ああ、ガンツのね。でも多分優しい。優しいと思う。あれ何星人やったっけ？何星人じゃない。その最後なんか千時間の。千時間のやった。うんうん。本当だね。ほら、そこが一番最初に行ったところ。まあ帰るのはそっちやね。というわけで一周してきました。あれが一番最後に行ったら、こっちに最初行ってね。スケール的にはね。じゃあ反対回りでしっかりした靴で登りましょうということだね。これは神社は確かに、うん、そうです。参拝する方は気をつけてください。よいしょ。